無常人人未明の法は百千万号にも愛用ことを語し、我今検問し受理することを得たり、願わくば如来の真実行下士立て祭らん。このただいまね、ご紹介していただきました、今度の一つのテーマはね、蓮如上人のご最高の意ということで、明治一つまで申します。でこれはご承知のように平成10年ですね、平成10年というのはもう3年ですかの、3年もうたもうあと3年 2年と何もか4ヶ月5ヶ月ぐらいだの、ところが蓮如上人のこの500回忌がやってきます。それでその蓮如さんの500回忌はね、なんですね、ただ本山でね、笛を吹いて乙女すだけじゃ、わしはまた悪口ばかり言いますけど、これから話すの、これだけやったらその意味はないことはありませんけどね、これは本当の蓮如さんに対する500回忌にはならんのでね、その本当の蓮如さんというのはね、この精神がね、何を私たちに残してもらったかという、それでまたね、蓮如さんの生き方はね、お寺さんたちも大変学ばねなところがたくさんあるんです。そういうことを一つも一般に知られておらんからね、それでそのなんですね、こういうことをもっとこのはっきりしていただくといいかと思います。これは今、新興宗教で政治まで頭を出しとる創価学会ね、蓮如さんの研究を一番よくしたのは創価学会ね、これは教義でなしに生き方を学んどる、ね、で一番よう研究というのは創価学会、ね、こっちはおかぶとらんじゃん、アホらして物がいいんだ、これだからそういうほどね、蓮如さんの研究をもっとしっかりあらゆる角度からせないかんず、なぜか言ったらね、蓮如さんがもし出られだったとしましたらね、おそらく浄土真宗は消えとくぞ、あってもどこにある価値がある、ね、ほとんど それいりませんから、あっても本願にはどこにあるかというものです。それが蓮如さんって日本一の大教団になったんです、ね、それはなぜこうなったか、やっぱりいろんな理由がございますけどね、そういうことを研究せないか、これお寺さんも研究せないか、ところが案外それは、ね、でこれは大きくなったらダメなんで、本当の蓮如さんが何を私に伝えてくれたかということを、これははっきりせんとね、何もならない。ただ乙女にするだけ、乙女は大事な意味なのか、ありがたいっちありがとうっち意味で乙女にするんだけどね、ありがとうが何のことわからないのは乙女にするんじゃ意味ないですからね。そこで言うとね、蓮如さんという方はどういう方かということをですね、さっき申しましてね、それから蓮如さんが、ね、一体私にこの何を伝えてもらったかと、一番大事なのを伝えてもらった、何かやったらね、この御文書はね、この御文書は法相地であります。法相地、広島の人をこうたくさん見えたらね、高松和洋のね、財政中に法相会という会がありましてね、それでそのなんですね、この毎月1回つ御文書のロート雑誌が出てたんですよ。これは年寄りの方は知っておいる方も、わしの父親でもこれ毎月読んでたんですよ、ね、それでその法相地に小字書きましてね、これは御一代気が気にございますんです。この法相の意味が出てくるんです。御一代気が気の姉妹の方に出てくる。これは宝と書くんです。ね、で宝というのは、ね、まあその宝でもね、なんでしょう、いろんな宝がございますね。ところがその宝がございましてもね、まあこれ以上の宝は地球上にないし、これ以上の宝はないし、宝です。ね、これ以上の宝はどこ行ってもない。その宝が誰か、お前に届いておることなの、私に。それを説いたのが御文書なんです。これは間違いなく言える。ね、
ね、これ以上の宝、地球上の宝を一つね、全部これ集めてもらったよりももっと大きな宝がね、わしに届いた。それを書いたのが御文章なんで、この御文章はわしにそれを届けられた。それを今頃読まんようになったらダメなんで、これね、だからそれが何でいるかということをこれから一つ申しますからね。それが蓮如さんのわしにいただいた一番大事な意味なんで、ね、それを取ったら蓮如さんの意味はないぐらいです。そうと一つ蓮如さんのに、まずそのまでのことを申しますとね、親鸞聖人という方に、今はね、あの五木寛之という方の出したね、蓮如というね、岩波から出たあの新書本の小さいものに出ています、ね、あれを見ていただくとね、あの若い方が読んでる人たくさんあると思う。非常に分かりやすく書いてますからね。その五木寛之って書いたその書物に、ね、あのわしの身辺でね、身辺の人でね、あの身の回りいろいろ知っとるたくさん知識人がたくさんありますね。そういう方にね、親鸞っていうのを聞いたら知らん人は一人もおらんじゅ。ところ蓮如って言ったら誰も知らんじゅ。おかしい思ってこうなってしまったんです。これは親鸞はこれだけ有名になった。これ親鸞っていう方は世界中知らん人おらんぐらいだったんです。これはね、ドイツのハイデガーという哲学者がね、これはまあ20世紀で一番代表的な哲学者で、これがね、亡くなる前です、もう晩年にね、その英文で訳したその英語に訳したドイツ人だけどね、英語を読みますからね、英文で訳したのは「歎異抄」を見たんですね。そしたらこのハイデガーという哲学者はね、驚いたし、ね、これだけのね、素晴らしいものがよう東洋にね、700年昔にあったもんじゃち。わしがもし10年ほど若かったらね、これに生涯かけて勉強したかったと。残念にたまらんって言ったんじゃ。これ本当にあった話な。ね、それだけその親鸞という商人はね、もう西洋にもアメリカでもどこも伝わっておる、ね、ところが蓮如さんということはあんまり伝わった。蓮如さんのね、権威者がアメリカ人に学者をおったの。これ亡くなったんです。もう 4,5 年ぐらい前の。これは大変立派な学者だったアメリカに、ね、アメリカになかなか仏教学者はたくさんおりますからね。でこの方が亡くなったらちょっと話を聞いても、蓮如さんにね、あのもうなんですね、権威者っていうのはおらへんな。これはアメリカ人のたくさん素晴らしい、あの流大でもね、あの来年学会の時に、ね、聞きに来ちゃった。要するにアメリカの顔を知ってます。そういう人もおるんやけどね、まずその蓮如さんの権威今の調べたら少ないんでね。それでまあ、あの蓮如さんという方に親鸞聖人は知り合ったというのは蓮如さんは分からん ね。ところが親鸞聖人はどういう方かと申しましょう。これはね、親鸞聖人というのは伝記がたった一冊しかないんです。蓮如さんのものは山ほどある、まあ、山言ったらもう大きな表現だけどたくさんある。随分とこれは子供しかたくさんあるしね、お弟子さんが、ね、みんな伝記を書いてる。蓮如さんの言ったことを見たね。だから蓮如さんのことはね、これは非常に知れ渡ってね、これ読まんから分かんないけど、読んでみんなあるんやからね。ところがね、親鸞聖人のね、この一冊しかない。覚尿聖人のひ孫の方です。これがね、御伝書って、これは法恩公の時に、あのどこのお寺でも、あの御正気の時にあげましたからね、皆さんもご存じで、それを絵にしたのが至福の御栄伝記になる、ね。ところが、これしかないんです。ね、だからそれ以外ないんです。これは徳川時代にね、高田の良句という学者がね、これが親鸞聖人に小唐伝書を書いてる。これが2番目の伝記なんだよ。これはほとんど御伝書によったもんですからね。だからもう本当に言ったらこれ一冊しかないね。でこれはなかなかの、まあ、不可解というか分からんことを山ほどありまして、親鸞聖人の謎がたくさんあるんです。まだはっきり分かりませんね。とにかくね、29歳までほとんど分からんです。どういうことだって分からんですね。これはどんな人でもどんな歴史学者を調べても分からんです。まあ、大体最近の歴史学者によりますとね、20歳頃までお父さん生きとったということも言われてます。だけどこれはっきり分からん。ね、ところがそうするとね、29歳から行きますとの、まあ、まず9歳の時に得度したと言いましょう。これはまあ皆さんですね、あのこの少林寺ね、あの千代の北に少林寺ね、これは天台宗のね、なんですね。そこで自鎮歌唱によって出家したというね、こういうことがあの記録に出ます。そうすると自鎮歌唱は親鸞聖人を知っとるわけやの。ところが自鎮歌唱のね、
愚管抄という書物があるんです。これ有名な書物で、これ親鸞の資料にも出てこない。法然上人には出ますよ、ありません。それからね、まあ、今度この29歳になったら法然さんお弟子になったし ね、お弟子になりましてね、なんですね、35歳の時にゴルダイになるんです。6年間ですね、まあ、満6年間法然さんを使いとったわけね。その間に親鸞は、ね、結婚したというね、これ御殿上じゃんね。それが、ね、結婚したのに、ね、九条金実子で関白で、これ地鎮歌唱の兄弟です。地鎮歌唱は弟です。兄貴が金実子ですね。その金実子というの二女のね、玉姫の姫っていうのをもらったという、ね、嫁さん談義物語みんな国版書書いてますね。ところがそれがまたこれがね、この玉姫の姫というのはどうも架空的人物のように今言われてますね、歴史学者の。ところがね、その外自分の娘をやったというんだから、一番よく死んだしよね、その頭入っちゃうけど、この九条金実子はの、その金実子の玉葉という書物なんです。これ有名なもんだよ。これはことがこの教科書から出ますかの、とにかく非常にこの名文というか、やっぱり教養の人ですからね。その玉葉という書物の中に法然さんのことお弟子様と出ますけどね、親鸞の死の字も出ます。だからあの、ね、その当時の文献の一つも出てこない、ね、それから、いよいよね、この法然さんのお弟子さんが名前出てくるのはね、親鸞書のね、84歳の時から出てくるんです。84歳、ね、84歳頃にこういうね、これはね、あの愚管重心っていうことを見て、これ出雲寺重心っていう、その愚管重心っていうことの書いたね、四条百因縁集中書物があるんで、これは大日本仏教伝書にございますからね、お寺さんでもっとでなったら開いたら出てる。これに法然さんの弟子が5人出てくるんで、有名な弟子が親鸞は一つも出る、名前ないんです。それからこんなに、それから4年しましてね、88歳の年、これは日蓮聖人です。日蓮聖人と親鸞の50年が違いましてね、日蓮聖人のね、一大五字術書物なんです。これは日蓮宗の人は知ってますね。その一大五字術に法然さんの伝記、あの法然さんのお弟子さんの名前出てくる。これ5人出ますね、親鸞は出てこない。どないと出てこない、有名な弟子みんな出てくる。親鸞聖人は有名な中から出てくるはずなんで。で、日蓮聖人の方に、あの千葉県の小湊というところで、あの房総半島の九十九里浜のところなんです。あ、これ出身です。ほんと親鸞聖人はね、あの千葉まで行っておりますから、御旧石みたいなのが現在残ってますからね、じゃあ噂聞いとるわけや。これ出てこないな。だからあの来世中には一つもその親鸞聖人の死の字はどこの文献ないんです。ただ格納さんもしかない、ね、それからこれちょっと亡くなってね、親鸞聖人亡くなって、まあ、10年経った間に、ね、これは、龍観という方のお弟子さんにね、真髄という方があるんです。真髄という方、こういう方があるんです。その真髄という方の妙義心経集書物がある。これにまた法然さんお弟子さんがずっと出てくる。これには大変大事な意味がありましてね、法然上人の念仏往生の本当の心持ちを受け継いだ方は龍観律師と性格法印だと書いてます。ふと親鸞書にはね、法然さんのお弟子さんで一番好きなこの二人、龍観律師と性格法印です。あの晩年にね、43通のこの78歳から10年間の間にお弟子さんにあげたお手紙が現在残っとる。それにね、公開しましてね、あのわしの言うことがどうしてもわからんにゃね、龍観律師や性格法印の書いた書物をよう見てくれと、わしの言うことはみんなこんなく収まっとると書いてる。だからこれ、それが真髄方の妙義心経書。これにもお弟子さんが出てくるんだけどね、5、6人出ます。一つも出とらん。それからまあその通り、一番まあ文献で信用される、もう自他ともにとにかくね、一番社会的に信用されるのに、これはね、親鸞聖人亡くなってね、49年目であります。49年目にね、こういうことがあるんです。これは東大寺のね、大変な仏教学者です。八宗光耀と書いた方、これ大変な仏教学、
この書いた、この方の書いた浄土法門源流書って書物がある。これは大変大事なの。これはこの場合はね、法然さんのお弟子さんに、ね、6人ぐらい出ましたかね、もの書くこの言う方のそのお弟子さんの説をみんな出てくる。みんなあの違いますから、鎮西、西山、鎮西、久遠、長楽、みんな出てきます。それみんなそのこの説はこういうふうに書いてる、この方はこういうふうに言ってると出てくる。これにも親鸞書出てこない。どない考えても親鸞書の名前ないんです。で親鸞書にがね、初めて出てくるのはね、このね浄土宗の方々です。これは誰かやったかわからんです。これは存覚さんの時代にね、浄土宗の方にね、が書いたのに、法然上人伝っていうのがね、法然上人伝記が、法然上人伝記はこれ後なんです。この、ね、その法然上人伝記の中にこう書いてある。親鸞という方にこういうこと書いてある。高材の門弟の、ね、前身と書いた。前身もこういう書いた。これ初めて出てくるんです。これ高材ってのは、これ高材ってのはやっぱ法然さんのお弟子さんで、これ有名な方です。ね、だから大体その高材商人ね、だから親鸞書には高材さんの弟子やっている。これやっぱ考え方非常に苦にとん。そう言われておった。それでもうこれも本当でないからの。ちょっとよいしょ、ね、この何ですね、この文献出てくるのはね、こういう書物があるんです。これは条件という形で書いてある。それが法水分流記。これもねあまり一般には公開されておらんです。法水分流記、これはね、ちょうど親鸞上人が亡くなって116年目であります。存覚ということがね、あの亡くなってから10年目ぐらいに書かれた。ここに初めて親鸞上人でしょ。でこれもあまり一般には大学の図書館ぐらいしかありませんからね、しかも仏教関係のやつありませんからね、一般には公開されておらん。ここへ初めて、だからそこへ大谷門と出てくるんです。大谷、これ大体ね、あの本願寺は大谷のとこにあったんです。大谷とかに今の千代院のとこし、あくが大谷地名なんで、山城の国、愛宕の郡、大谷という地名なんで、そこにあって、だから今の本願寺大谷公衆、大谷公衆ってこのゴム氏の名前でも大谷になってました。そこから来るんです、ね、大谷ね。そこにその大谷本、ね、大谷門と出る。これは8人ぐらい出ます、お弟子さんがね。これから初めて親鸞が登場するんです。そのように出てこない。しかしそれも一般に対してはこの公開された書物ないんで、まあ、ほとんど今大学の図書館ぐらいしかないですからね。図書館でも流大か大谷ぐらいしかありません、ね、そういうのでね、それで、まあ、そういうのでほとんど公開されとらん方が信頼しない。でこれはなぜその、ね、この法水分離に出てくるかね、この本願寺にはね、まあ、本願寺も高田も仏光寺もね、めぼしいようなね、目に立つような学者一人も出とらんの。いや、閣僚さんまでは学者のうち入っとらんね、ほとんど存覚というと、これは偉い方ですよ。存覚って、これは存覚という方は閣僚さんの長男としてもあの存覚ですね。これはね、年は20歳と違うんですよね。これは大変偉い方ですよ。これまあ本願寺でこれだけ出たいとは、蓮如さんを除いたら一番偉い方。とにかくね、この一般の、もちろんこの教行信証というのは大変難解なもんである。これを初めて一文字にも注釈した方は存覚、その六葉書といいます。それ以外にたくさんの書物を書いておられる、ね、で特にね、その当時一番そのね、その自分には日蓮宗がね、大変そのね、浄土の宗を叩くんです。これ日蓮宗人が念仏無間中のね、前天魔中、今でも言います。だからここらはまあ埼玉の出たとこだから、めったに創価学会なわけしなきゃね。創価学会今でやりますからね、お前とこ念仏やったら、浄土宗とか浄土真宗やったらね、かわいそうなっちゅうね。なんでかわいそう、そんな信徒は地獄落ちるちゅうね。かなりまた、あの東京の院ではわしは日蓮宗と大概あの創価学会言いますからの、ね、かわいそうね、あんたはそれを信徒は地獄落ちるちゅうね。そういうんですね。だから日蓮宗にがのね、念仏無間、念仏するやつは無間地獄落ちるってこと。こういうのはそのね、これは当たらんことはないんです。意味があるんです、ね、何も悪口じゃない。それはね、法然さんの専修念仏を称えたの。
法然様の専修念仏を、念仏以外のダメじゃと、他のものはつまらんと、他のものはね嘘じゃと、こういう解釈。そうなるとね、仏教でね一番いけないこと、これ今でもそうですよ、これを知らん、その、ね、言うとおり日蓮宗にもこれ知らんね、ね、何かとなる仏教で一番いけないことはね、これはどうかと言ったら、こういうのが一番いけないんだ。これ今でもそうですよ、ね、こういうのは世界の宗教にございませんから、もうキリストのどこの宗教で言ったんだ、方々財政が一番重いんです。方々財政が、これはね、親を殺す、両親を殺す、これ五百代たら両親を殺す、しかも計画的に、ことさらで計画的に殺すんです。ね、一つ一週間前からちゃんと準備してね、お両親殺したろうかっていう、カッとなってパッと殺すんじゃないね。ね、一週間前から計画、それはまあ一番罪重いだろ。そのね、親を殺すよりももっと罪の重いが方々だな。これでいかに罪を重いか、だいたい東洋では親を殺すって一番重いですからね。やっぱ儒教から来るんですね。ね、西洋ではなんかあんまり仮にそうなの、何か言ったら殺されるの親よっぽどとぼけとるって話ですよ。だけどまあこっちの方はやっぱりなんやな、どうしかやっぱりそのこの親を殺す一番罪重いやの、おそらく私は法律のことは知りませんが、親を殺すが一番存続代かなんか罪重いでしょ、それもっと重いが方々でな、ね、お前の収支はダメだと、俺の方が正しい、こういうの方法で自衛隊長、これ権力なの、五族の中で権力一番強いなんで、ね、これはもうね自分の胸がダメだと、これは五文書にも千泥のも言ってね、地方愛伝国騎士担任坊水事会議に不面地獄ってもん言ってます、あるいはね自分の周知に愛着して他の方はダメだと、こう解釈するとね、あのたとえ戒律を保つ人でも地獄の苦を免れんと書いてます。だからキリストでもそしたらやっぱりいかない、他の宗主そしたらいけない、だから蓮如さんはこういう世話以上に発揮しても絶対にそうしません、ね、ただね、あの自分にはね、わしのこのなんですね、あのなんですね、この他の宗主はね、あの皆まともに修行したら仏になるんやからそしたらいかんと書いてある、ただわしのような愚か者にはお念仏の方しか助かる道がないんやと、とにかく念仏の方に我らに相応したる方と書いてある。我らに相応したる。蓮如さんはよくこの我らに相応、我らっていうのは五文書ですからそこね。これ我らって言ったらね、あの五文書からあの手紙だからね、手紙だからもらう人がね必ず。で出す人は蓮如さん。あと蓮如さんともらう人と、ね、私も蓮如もあんたもいうことね。で相応したるじゃない。そう言ったらこういうこと、これはどんな話でちゃんと書いてますね。これ一つ見られよ、眠たい人はこれ見られよ、まあちょっと暑いから寝られんの、ね、でこれピシャッと合うだろ、これあんまり大きすぎたらダブダブにならね、こうも肩こう合うんでしょ、これがそういうことな、だからわしにぴったりよ、だから別あつらいことなんで、だからわしの着物をね、わしの洋服これ、まあ、今着物でもの、まあ、これはまあ小錦はこれ金けど、よくわしもよくできましたからの、よくね、わしのよくは小錦の合わへんでこれ。で小錦のよくもらっても5着ぐらいできるだろう、これ解いたら。え、あ皆さんでたくさんお見えになったけど、小錦のよくの合いそうな人はまずお礼ならんな。どんたもね、うちの主人ポンとぴったらうちおいでなるかな。わしはおるまやもの、日本人じゃの。まあ、向こう行ったら小錦城の名簿もおるけどの、そこどうですかこれね、わしにはわしピシャリ合うんだよ、ご本願と私にはわしの別はつらいじゃね、だからね、他のものつまらないともわしにはこれがね、他のものつまらんちめないんですよね、だからそういうことがね、我らねそうしたら、これを他のものダメだと返してくるとね、これをどんかくさんはね配慮ということと方々と混同したんだ、それが日蓮宗、日蓮宗そういうけじめを鈍角さんはピシャーッと立ってまいる、鈍角さんはね、だからね、日蓮宗のものをね、この今のこの叩くのはね、もうまともから真っ向からなんですね、反駁したんだ、これだけのものはね、浄土宗の学者一人おらんです、
その当時の、あの浄土宗のね、特に、ね、あの千代院の系統の非常に立派な学者もあるんです。青山の系統にも学者もある。ところがこれだけピシャッと水筒して叩くとは誰もおらん。それで、はあ、新宗にもこれだけの人がとうとう日蓮宗参ってしまったんだ。日蓮教徒がな。それで法存閣さんなくて親鸞宗に認められなかったんだ。そういうことから始まる。ところがこれがね、いよいよまあそれでもまだ一般の文献には出るよからの、ね、でこれがいよいよね、このね、この歴史の上に登場するのは蓮如さんからです。蓮如さんのね、このお書きになるこれ五文章、これ五冊ございます。その中にあの吉崎で書いたのが三条目の十つまで四十つございます。その四十つの中に七編出てくるんです。七編、そもそも親鸞宗に出てくる。あれ、なぜ親鸞宗に出さない、それから以後はないんです。なぜ親鸞宗に出さないのかというと、この吉崎のように、その当時一番その勢力というのは、この天台宗やったの。ね、永平寺も、永平寺は禅宗、これも勢力。天台宗には、ね、平泉寺、豊原寺とやったの。これも天台の大道場。豊原寺は吉崎の隣だったの。それが大道場勢力だったんです。ね、それで、それから、まあ、永平寺もありますの。それからね、四角にね、これはやっぱりこのもう吉崎の隣です。隣にね、これは大変な勢力があったと、ね、こういうのがあったんですね。少年寺ってあった。これは自習の寺、これはその自習のね、大道場って今も残ってます。残っても向こうはね、あの向こうの住職はね、あの何回も行きましたな。手紙を受けました。年賀状を送ってた。ところが、そこの住職に言ってますよ。蓮如さんによってみんな食われたっちゅう。まあ、蓮如さん食うことに、みんな食われたって。何かってのはね、この住職がね、その当時は越前、加賀、能登、越中、越後、信濃、奥州、出羽という、あの五文書出羽。心の、と自習が大変なで、まあ、全国的に勢力があったんだけど、北陸じゃここら一番中みんな自習が非常に勢力、その中心道場がここに少年寺だった。だから全国にはその北陸にやってくる。それがみんな伝の方に傾いた。だからいっぺんにのわずか、いや足掛けは5年です、ね、満で4年です。4年間によってこのほとんど全部本願寺になったね。それがまた西の方からみんな全部本願寺ですね。みんな勢力はもう、ね、だから自習がみんな全部新種に変わった。で自習とね、新種は、まあ、紙一枚ほど接点もある。非常によく似た。それがまあ全国的勢力だったから、伝の様で、ね、爆発的に大きくなった。しかもこれわずかの年数でね、大きくなった。それもそういうことを言われてるますね。それでね、このそういうこの自習も親鸞宗に知りませんからね。それで親鸞宗人たちが7回出てくるんです、ね、だからまあ親鸞宗人方はね、蓮如さんが出られるまでは全くね、あのこう隠れた存在、歴史の中に埋もれた存在。だからね、浄土宗大辞典とかね、浄土宗はうちの方関係ないから悪口も書きますけどの、浄土宗大辞典というのは戦後に出たもんです。大変素晴らしい、これは学術的なもので、その浄土宗大辞典の中にね、こういうことがですね、親鸞ということはね、庶民の中に隠れた存在、蓮如さんによってこうなったと書いてます。この通り、これ全く正直に書いてます。庶民の中に隠れてます。なぜかだから、嫁さん持ち、子供持つ、全く家庭生活や出家の生活してらんからね。だから、そうね、その書物は書いてるでなっても大したものでないと認められてらんですね。それが親鸞宗。だから親鸞宗人の方はね、とにかくね、もう蓮如さんによって見つかって、ね、この世の中へ通って出したわけ、まあ公開したわけ、公開する蓮如さんって公開されたわけ。だから蓮如さんが出られんとね、消えてしまう、そういう方です。それでね、明治のね末期から大正の10年頃までね、親鸞宗に抹殺論って言いましてね、これはね、歴史学者がね、あの文献ないんですか、他の当時の文献ないんですからね、それでなんですね、抹殺論でだから、もうこれは画期的な人物やと。その時にね、辻善之助とか兵庫県の姫路の方たちに、
鈴木善之助の笠原和之の師匠です。その方がね、筆跡の研究から実在の人物と論証したんです。それで文句言った人がいる。だから親鸞というのは書籍の隠れた方、これが大事なんで、そういうことは分からんから、初めから親鸞上人がおってからの、それでね、本願寺も昔、今のまあこれあの本願寺が全部、ね、まあまあ、あったように思うと蓮如のことは分からんね。だから今ね、蓮如さん悪口やつがよくおりましてね、わしはまあ口悪いけど悪口やついたのはないけど、まあ、やついたってもいいぐらい、これとにかくその悪口がね、しかもね、宗門の中におりましてね、あのなんですね、大谷でも重大にもあるんです。それそういう悪口やつはね、これみんなあの蓮如さんのおかげで蓮如さんの悪口言わせてもらったの、これ感謝せねえか思ってましたね。だから蓮如さんが出られると悪口は、ね、もうおそらくね、収支があるかないかわからん。皆さんね、この自習中のおそらくご存じなかろうもね、自習の本山しておいてることはこの中でおそらく東京の方はご存じかの藤沢いとこにあります、ね、藤沢いとこに正常工事、ね、これが自習の本山、ね、ところが自習っていうのは全国でね、だいたい昔ね、室町に栄えたこの港町のように残ってる。だから広島やったら尾道、それからね、尾道とこのこんなそれともいうところに、これは自習って残ってる。そういうのはね、自習が全国で勢力だったんだ。これみんな信州なの、みんな本願寺の、いや本願寺は大変なこと。だから蓮如さんがね、あの亡くなってね、ちょうど夏ね、30年しましたらね、フロイスというね、あのポルトガル人の宣教師が来てます。もうその時に栄え来てます。あの信州の勢力は驚いたち、じゃあ本国の人みんな帰ってますね。だからキリストを押し付けを持っても入らん、そういうことが書いてます、ね、それからね、お金も随分あったんですよ、本願寺は、ね、その当時ね、石山戦争ちょうど80年のうちに石山戦争があった。その時にはね、日本国中の半分に切っとったち、3分じゃない、3分ついて1になるんです、半分、何分日本の国で何でも半分に切ったら 大したお金でしょうが、今のところ湯の津の町ぐらいの予算は、湯の津の町どのくらいか知らんけど、大したことないでしょうね、なかろうも本願寺の予算っていうのを出してね、戦争が済むまでは京都市と同じ予算やったんです、西東本願寺の予算が、大したもんでしょう。それだけ大教団がね、どうかやこれはね、これが夏ね、これみんな全部これは蓮如さんに言ったもん、蓮如さんが集まるとな、蓮如さんが行くともう草木がなびきぐらいらーっとみんな浄土真宗になるんです。それでね、お金でも振るだけ集まったんで、振るだけ、わしもそうなったらいいもんけど、そうね、振るだけ集まった。だからさ、お金が、それであんまりお金が多いからね、常に多いからね、大木町天皇地が、ね、この皇室でも非常に疲弊しましてね、職位の金がなかったの、本願寺出したの、全部あんまり金を持ったからね、戦国の、ね、大名連中が目をつけたの、本願寺を手を組む、それで石山聖さんだったのね、蓮如さんがおいでになったら絶対にこういうことね。だからそれほどね、蓮如さんっていうのは、蓮如さんが出られんとこれはもう消えてしまうの。だからこの明治から以後に、あの一つの宗門でね、大学二つということは、大学二つあるということは浄土真宗がないんです。これ大谷大学と龍谷大学やりましょう、大学では大変な金が入るんですよ、ね、それをね、育ち持った上のね、日本で一番大教団、それが全部蓮如さんによったもので、そしたら我々がその蓮如さんのおかげで浄土真宗に入る。それから浄土真宗という名前もね、これは蓮如さんから始まるんです。それまではね、沈殿も制度みんな使ってたんですね。だからもう浄土真宗はもうね、蓮如さんから入る。だから浄土真宗も親鸞上人も蓮如さんから生まれたような、それが蓮如さんって言う方です、ね、それとその蓮如さんがね、一体我々に、ね、何を残して、どういうことを説かれたかということを一つね、これから申します。じゃちょっと小休止を一つ始めます。
今度はね、蓮如さんということはね、私にどういうことを伝えていただいたかということをこれから申します。これが本論じゃからね。これは蓮如さんの書かれたものはね、まあ、我々に直接残されたのは五文章がまあ中心なんです。五文章中。で、これは五文章というのはね、ちょうどこれソロというのは、これは、これが五冊ぐらいにございます。これ一条、二条、三条、四条、五条と、五条となっている。で、これ五条一物になります。ね。それで、これをそのね、皆さんのうちに、なぜこの、この、どこ、この島根県でありましょう。もう全国にこれは行き渡ってるわけです。おそらくね、浄土真宗の仏壇にはね、必ずこの五文書がついてるわけです。ね。で、こういう五冊でない分と、お加えの章ってことです。お加えの章はね、だいたいこの23通か24通になっております。で、これも皆さんのうちにはお加えの章が多いんですよね。どちらにしてもこの皆さんのうちにね、これをね、どこのうちでもこれがですね、その行き当たるようにですね、あの伝わっておるのはね、こういうわけから来るんです。蓮如さんがね、75歳の年で、蓮如さんっていうか、大変一生不幸な方です。あの文字通り、ほんまの波乱万丈っていうの生涯を送った方です。なぜか言ったらな、もう小さい時にはね、この6つの年までは何も問題なかったんで、6つの年のね、12月28日にこの産んでくれた母親と別れるんです。生き別れするんです。夜ね、このこっそり裏の妻を開けて出てくるんです。母親がね、なぜかこれ別れる親もつらいけど、蓮如さんはこれはね、それっきり会われるんですかね。それから一生会われるんです。だからそれからね、なぜその別れたかってね、これお父さんの存女という方がね、存女性にお父さんがね、正式の結婚したんだ。これ大体ね、蓮如さんっていうのは、ね、あの昔で言ったら、今これ人権問題こういうこと言ったら怒られるけど、どう言ったらええんかいのこれね。まあ内緒でできた子っていうの、だからそういうなんですからね。だから本願寺の後を継ぐ、そういう東殿本願寺の後を継ぐ人いないんですね。しかしこのお母さんっていうのは偉かったんで、なんで偉かって言ったら、蓮如さんの偉い人だから、これ。ねえ、大体ね、男の親はね、ボケとってもええんで、ね、女の親が賢いとは大体子供賢いもんだからね、この蓮如さんのお母さんは賢くと思うんで、会うたことないけどね、そうね。だからね、お母さんは偉かったんでね。ところが、いよいよそのね、正式に結婚そのお父さんがしたわけね。それで蓮如さんがおられ、お母さんおられ、おられんよって、夜こっそり出てくるんです。こっそり出てくるんで、一人で出てくるんで、ね、それでそれっきり蓮如さんのお母さんに蓮如さん哀れごめなんで、ね、それで別れる前にね、この出ていく前に絵描きに絵を描いてもらいましてね、蓮如さんの肖像画、このあの鹿の子の姿のに、ね、この6歳の時の現在残ってる。で、現在残ってるのはね、蓮如さんが40過ぎてね、このなんですね、その偶然ね、その6歳の時に絵を描いてもらった絵描きに会うたんです。偶然に。それでもう一回思い出して描いたものが、これが現代の句。これは福井県のね、富士島いうとこにある長生寺寺に残ってる、ね、それがまあそれを皆写したもんだからね。それがまあね、この蓮如さんのね、なんでそこからとにかく別れるって、別れてるのはね、この女縁という、これは正式な結婚したね、今度はママですね。このママがね、まあ、徹頭徹尾いじめ倒すんです。これ映画でもこれを出すといいもんけど、これ映画出ても芝居でもこれを出さんには蓮如さんのご苦労わからん。だからもうほとんど毎日涙の出はないぐらいです。だからね、小さい時のことを思い出すとね、悲しい言葉かと書いてある。それはもう一日もね、食べさせてもらえる日もあったし、ね、寒い時でもろくに着物を着てもらったら、まあ、そういうね、非常にこのね、虐待されたんです。それが蓮如さんって方。ね、まあその虐待にひがまずに大きなったもんじゃこれの。それで、なんですね、それでまあ、8代目を継ぐ時もやっぱり、この
この女縁というその正式な結婚してからの男の子が一人大源氏を召してね、女の子が三人おんねる。ところその大源氏が後を継ぐ当然でしょ。だから43歳ちょっと問題があったんだけどね、まあ、結局おじさんの女城っていうね、この金沢のね二股へ継ぐね本泉寺って、ね、そこにおじさんがおったんです。蓮如さんと5つ上の年が違うんだけどね、その方に譲り状を渡した、まあ、これで蓮如さんが後を継ぐことになったんやの。それでまあ8代目継いでからね、それでなんですね、まあ、活動期は文明年間で、ね、47歳の時にこれが吉崎がある、ね、それからいよいよこの本当にもう本願寺が日本中ですね、もう本願寺の知らないとおらんようになったからね、もうそれからまあ30年間なんですね。それがまあほとんど蓮如さんの一番、ね、活動期の中心なんで、それで75歳になりましてね、蓮如さんっていうのはね8代目継いでからもね親子夫婦がずっと死に分かれるんです。でその奥さんがみんな30代で死ぬんです。最初の奥さんが女寮っていう、これもこれも30代で死ぬ、ね、7人こうして死ぬ。それから次の蓮如っていうのはこれはね兄弟ですけど、これもね蓮如さんの吉崎行かれる前の年死ぬ。ずっとそういうのでみんな死に分かる。だから子供が死ぬんです、みんな子供がのね、男の女の子を見ますね。それで一番期待かけとったね、この順女って方があるんです。これはこれあの字を力入れて書けって、あんまり力入れんのなんか上手だからね、あ間違えたね、で順女ってあまり力入れてたらわいわいに言いましょう。これまあちょっと印ぐらいに目が死なんために書くんでくれの、ね、それであのこれ長男、この方は大変期間来た人だったんで、蓮如さんはね、これが42で死ぬんです。その時のね、蓮如さんはこの我が子が死んだ場合にも御文書が出てきますね。これはね、あの権玉っていうか文明の8月14日にその時も御文書書いてある。ところがこの方の死んだ時の御文書はありませんけどね、とにかくね自分の身を削り取られるつらいと書いてある書いてある。そのあんた方にもそういうご経験のある方もいると思う。子供が1人前って死ぬね、まあ、2つ3つよりも1人前になったらつらいわな、ね、1人前になってね42で死ぬんじゃいかない、ね、子供に先だから、まあそういうので非常に一生ね、そのね、まあ、家庭的にもね非常に恵まれない方し、ところがこれまでもう一つね、蓮如さんはね親鸞書に一回しかない、ね、弁念の事件しかありません。蓮如さんはずっと8代目についたらね命を狙われるんです。蓮如を殺してやらせる。一番最初のね、あの最後の御文書が大阪混入の御文書です。これが最後なんです。これを皆さんの一番4条目の一番一枚でも、これがね亡くなる4ヶ月に帰ったものです。これでもですね、これは大阪地名、ここから始まるんです。大阪の知事でも市長でもこれを知らないのはつまみ出せないか思ってました。大阪の資格ないんだからの、ここから始まる。それから日本の大都会でね、蓮如さんによってできた町がね2つある。1つは北陸に金沢と言いましょう、もう1つは大阪なんで、大阪の大都市これ蓮如さんから、蓮如さんがおられんとね、その時は境が中心である。だから今でも境が中心になってるかわからんね、大阪はそのそういうね蓮如さんによったもんね。ところがその蓮如さんのこの一番最後の大阪建立の御文書、石山本願寺の今の大阪城のところです、八丁寺があったの。ところがそこにあのこの御文書に難しき題目難度失礼あらんときたから、これはどういうことか言ったらね、日蓮教徒が蓮如を殺してやっていくんです。山科本願寺日蓮教徒に焼かれたんだからね、とにかく本願寺が日本中で一番強い方は他の宗主が焼けるんだよ、ね、あいつやったるって言う、あいつのために我々の国家は収拾壊れたいことになったの。だからそれで蓮如さんはずっと命狙われる。だからまあ危機一髪という方は何回お便りからんです。福井県でこういうところがありましてね、あの今城って今の北陸の縦貫道路があります。北陸の高速道路が、北陸の高速道路の、ね、今城というインターがある。その今城からねちょっとの10分ぐらい車で行きます。芋ヶ台のところにね、山のこう中腹に、ね、全部この岩壁です。そこにこの洞窟があるね、ちょうど畳1畳ぐらいしかないんで、そこに10日間隠れてた。
比叡山の僧侶がやってくるのを追っかけてくる。とにかく蓮如を殺してやろうということ。だからそれなんか普通にあの豪州のね赤の湯別院ではこの戦死したとこがあるんです。比叡山の僧侶がとってんの、ね、そういうとこもありますね。とにかく蓮如さん一生命になられる、ね、まあ、そういうこと。ところがその順如っていうことがね後を継ぐときにそのいや順如が亡くなってね、それで、75歳の年にねあの実如っていうことに、これが九代目なんですね。これは五男でもですね、実如っていうことで、この実如っていうことが後を継ぐんであります。で実如っていうのは後を継ぎますとね、この実如さんっていうことはね、これはこの方はあの嫌があるんです。嫌ですよね。そのわしはとてもね継いでいける自信がないし、それはねあの皆さんでも何でしょう、あの子供のためにはね親さんが少々ボケたがいいから思っておりました。だあの子供をね、あの親さんは偉いけど子供はつまらんちゅうなる、悪いでしょうかね。あの親さんはボケとって子供はシャッカシャンと言ったら賢いたらいいがの。だからこのあんまり蓮如さんが何とのこう比較してみましょうよ、中の人は。それで蓮如さんはねこの実力と嫌がる。その時にその蓮如さんのねがその息子を叱るね。お前はな俺のやった通りをその通り真似せにはならんと思ってるかと、そんなことは一つも考えてみない。ただ俺の書き残したお文が本当なんですね。大体ね五文書ってのは後から名前なの。これはちゃんと蓮如さんも文って言うとおっしゃってんだから文って言う。だから追い返しの犬が本当なのね。で二松雁はね14代から名前変えたんですね。14代からねお文とは手紙でしょ、あと軽率に扱うといけないから五文書って名前に変えたの。これは若尿商人から変えたの。で追い返しと西はね、ほんでこれは追い返しは分家じゃこっちは母屋ですからね、それでもね何でもかんでも名前変える。名前を生むのみんな変える。畳でも向こうは縦にこっちは横に引いとく。そうまでせでめえのにの、何もかも名前変える。だから追い返しとなのはね同じ浄土真宗で同じことない、一つも母屋と分家じゃからの。だからそういうのでねその御文書にしたんお文。だから俺の書き残したお文をねこれを末の末まで伝えてくれと、これ以外に浄土真宗はないんじゃとおっしゃった。これで皆さんのうちにずっと伝えなったんです。これ以外にお文以外に浄土真宗の本もないんじゃとご一代聞き書きでございます、ね、でご一代聞き書きってこれは後からの問題ですね。これは二松雁寺のが314人、追い返しは2乗多いんだけどね、それ以外に漏れたのが随分あります。だから500乗もっとありますね。それが御一代記、これはお弟子さんやねそれから息子さんの一番晩年のね実語っていう方があるんです。これは大変大事な方ですね。この方の五六が一番中で、これは実語っていう方のねお母さんが蓮如って、これは最後の奥さん。この方は35歳でもう蓮如さんと別れるんです。35ぐらいだったらシャンとしてみようが、わしぐらい年になったらねよぼけまして忘れましてね、顔を見ても顔だけは分からない、名前思い出せんね。思い出せんが2日ぐらい経って思い出すこともある傾向というまだ決まっかんのくらいの、そういうこともありますからね。35歳くらいはシャンとしてみましょう。だからねその蓮如さんのね晩年のことをみんな頭へ、それを息子に記録。でこれはねこの実は随分お母さんに言うことをみんな記録残した。それを整理したのが実話記、これ一番 たくさんのこと。でこれで蓮如さんの身辺のことは非常にご安置のことも分かるし、ね、あらゆることがこれ分かる。だから大体蓮如さんの教学にはこういうものを見ると蓮如さんの教学がはっきり分かる。そういうのでまあ後ついでね、これでその御文書をねこれ実如さんがお父さんの言う通り実行したわけ、ね、これは遠慮というまだ息子と共通して遠慮ということが一番中心だったんやけどね。それで皆さんの、ね、手元に入られたんです。日本国中これ大事なんですよ。この御文書がねどったからね、あの明治までで、まあ、現在でも一つね御文書の一番愛読書を一つ紹介しましょう、ね、これはもうあんた方財閥の方がたくさんお見えになってるから毎日顔見とる思う。わしはまあめったに見んけどの、一万円札、一万円札みんな顔見たりまいほうがいいの。
1万円札、今頃はどこでもそこら1枚行くときには1万円札持ってくじゃろ。それ1万円札に人で出ましょうね。ある人間の1万円札だけ見たらあかんのね。あの人の顔をよう見るんで。ね、福沢諭吉という方、彼の一番愛情これなんです。私はこの本座も知らせんけどいかんのよ、大体よろしくないんですよ、これ。間違いないんだから。ね、これ深川城のこれお里が大分の、やっぱ大分の出身でこれ。ね、これね、あの福沢諭吉のね、お母さんはね、お順というお母さんがね、そのこれはまあその大変な学者です。この中津にね、今津というところに上皇寺というのに、ね、あの月子という大学者があったの。その月子という大学者のところに縁日学塾があったの。そこへ2年福沢諭吉のお母さんがやったんです。12歳から14歳から。これやっぱり彼は一生浄土真宗を続けないと。ところが福沢諭吉の伝記を書いた連中はね、さっぱりわからんやつを書いたの。にあのキリストのやつを書いたらさっぱりわからん。小泉進次郎って書いたらさっぱりわからんになったの。ね、だからあの福沢諭吉からね、浄土真宗だったら彼の思想になったとんの。でこの福沢諭吉がね、一番愛読書これなの。読みなれよこれ皆さん。え、これから読むんで、これ毎日こうわしにいただいた手紙だから。でこれ以上のね、庶民に、ね、与えた書としてこれだけの日本にないっちゅうね。だから彼のね、あの書物は全部五文章原型だったんです。ね、で天は人の上に一つくらい、これもこれ五文章から来た言葉。それをみんな知らっとらん、ね、だから五文章はね、そういう人が育ったやつも出とるんやから。それからまあ西田喜太郎という哲学者、これは日本の哲学者で、まず世界的な大哲学者で、おそらく後に先にも出んぐらい人し、この方のね、お母さんがね、これは富千代お母さんね、このお母さんがの、あの西田博士の父を飲ませた時の、わしはやったことないけど、あんた方は女性の方はこの経験がありましたろう、1分か2分で済まんねろ、父飲ますなの、どうすかい、何分のことでも短いことも10分ぐらいかかりましたろうな、まあ、わしはやったことないか分からんけどの、ね、どうすかこれ、ほんたらこれ10分も15分もかかるわの。その間にこの正真偈と御文書をあげたんです。これをね、一つね、全国の人500回忌の記念にね、必ずね、もううちのなんかこれお寺さんに一つ注文してもらう、あの注文したいと思いますね。うちのなんかね、一人も正真偈をついてあげるのは一人もおらんぐらいにしていただきたいと思います。これ連の底始まるから、これだけね、ずっとついていってもね、立派な住職は立派な教科ですね。これは住職は誰もできる話なの。あそこの段階はとにかくね、小さい子供行けるぐらいの場合、とにかく年金でも全部昇進であげます。他の教室はあげんです。50回って何でもみんな全部昇進であげます。でみんなついてあげさせます。これはこういうのしてほしいと思う。これが500回忌の記念になるね。それが西田喜太郎と、それで一生ね、死ぬ時にはね、あれだけの大哲学者がね、昭和20年に死んでるのは、ちょうど空襲の激しい時死んでますからね、歎異抄一冊は何もいらないと死んでますから、結局あれだけの大哲学が浄土真宗でピリオド終わっていますね。それがやっぱりお母さんの、その富千代お母さんがね、父を飲ますこの御文書が手垢で真っ黒になったのが現在残ったんです。西田記念館にあるの、私は行ったんだよ、この去年夏に行ったことがあるね。だからね、いかに大事なかいこと。でこれからね、またね、ここの朝原証拠でないんで今に至るからの朝原証拠も、これは有名な方だけどの、これはちょっとね、ないけど朝原斎さんの、これまたおそらく世界中しないとおらんぐらいになったじゃろう。今おそらくこれをしないとは日本人おらんじゃろうね。だからこれは歌がね、あの北原白秋という日本で有名な、これは知らない人まだおらんね、いや九州の柳川の方やね、あの、北原白秋がね、埼玉のものは全部目を通したそうですね。それで、まあ、これだけの調子の高いものは私はついていけんって、カブトの脱いだっていうんだからね。ね、それから指摘才能があった方ですね。だから島根県で一番有名な3人おるそうですね。森大外地、もっと古いのは柿の本人もらう、もう一つ朝原斎地。これは島根県で覚えてきなあれよ、試験出しゃいんけど。のね、これそれだけのなんですね。それがやったら文字書いたら小学校1年生ぐらいしかよう書かない人ですよ。
大東南アジアこれ世界に知れ渡ったね。だから新興宗教の庭の日記では最初のことを書いてますね。これがあんたどうですか、どっからも五分職まで五分職むつれ島の奥はみんな五分職です。妙高人寺なに全部五分職が生んでますよね。だからもうあの今のお東にもそうですよ、筆三郎でもお園道行でもみんなに五分職なかったら出てこないんですよ。そっといかに五分職が大事なものかという分かりましょう。これを取ったら今五分職バカにする、またお寺さんもバカにおるバカにするバカごに、いや言うたってみよう、これバカにするバカごにこれの、いやこれはね知らんからです、本当の意味知らんからです。だから中にあげんとこもあるよろしないんですよ。これはね素晴らしいもんね。とかくさっき申しました私に地球上の宝を全部もらったよりももっと大きな宝がのお前に届いてる、お前に与えられてることを書かれた御文章だから、それをねまたそれをお伝えすることがお坊さんの仕事をしよう。お坊さんっていうのはね死んだ後の棺桶の始末はどうでもいいんですよ。あら海になってそうだよ、ここは海近いから海投げてもかめへんの、死んだって用事がないの。だから最地が言うとるでしょうが、ここの最地が人事も組織も用事がないと、こうなきゃね嘘じゃないから仏法はそういうことなの。今頃死んでから先のことばかり。だからわしの檀家でもこんなごりめん中には顔見たらあのに、まあ年を取ったばあさん、ばあさんとはまあ年取ったんだけどねいやわしの顔見たらこういうやつがおるのに、わしは今日泊まったかもはったというからね、よかったらわしの顔見たらね、いずれあんたのお世話になるち、わしは気分があるのこのクソババは受け取れたか思ってるのに、なんかこれもうお寺の盆栽ったらすぐ死人と結びつくの。テレビのバカがすぐ死んだらまた仏壇出しめほうがあの死んだあのすぐね仏壇でも死んだと関係ない、まあ、葬式みんな盆栽出しめ死んだ時とても関係ない。臨終も葬式も用事がないこと聞くんじゃないかよこれ、なんて思ってるこれ、これどこかみんなご分賞だから御文章ということをね、もっとこれをね、これをよー丁寧にいただくんです。素晴らしいです。だからこれがね、浄土真宗がね、今でこのね、この神道の御文章に言ってた。あのね、浄土宗の学者にね、これは福田教会って言われましてね、福田教会。福田教会っていうことはね、浄土宗からそれは有名な方です。これ真宗からね、浄土真宗からね、御文章を取り上げたらね、真宗は消えるちゅう。あれはまさかのご名答です。今これバカにしたら分からないんですよ。ただね、お寺さんがこれを自分で勝手に返す。勝手に返してくれば分からん。これは分からん、非常に難しいもんです、これ。いわゆる谷町の方が名文だからその魅力はあるかしらけどね、これは本当の真宗のご暗示はこれしかないんです。これがね、もっと言えばね、親鸞聖人の言おうとする結論です。これがご文章だった。だから、ご文章ばっかりにいたら、もちろん教行信証も知らない人やし、診断書の人知らない人多いの。なぜか言ったらね、ちゃんとこの通り、ご文章の一番結論がね、こういうことでございますね。これは、蓮舫さんの息子が多いからね、たくさんおりますから、これは7番目の息子です。蓮舫って方がある。蓮舫って。ね。7番目の実女さんが5番目、6番目が蓮寿、そっちが蓮子。この蓮子という方のね、書いた蓮如生に伊藤空吉書物があるんです。伊藤空吉。ね。で、蓮の方だから息子が多いからね、非常に記録多いから、この調べるのは非常に便利げんです。ね。ただ一般に読まんから分からんです、みんな。の伊藤空吉がある。ね。で、この伊藤空吉の中にこういうことですね。これは、あの、なんですね。蓮如さんはね、御文章を書くまではね、またこれだけ勉強することはないんです。教行信証をね、とにかく現代までも、これは島根県にも学者多いです。大変立派な学者多いです。やっぱり、あの、浅原斎さんでもやっぱり、こういう学者の育てられたもの。あの、この安楽さんに、梅田研究という学者、それからその前に服部半蔵というのはね、漢学の素晴らしい学者だったんです。それがやっぱり育ったもんです。ね、だからそういうね、あの新種の明るい学者を育てんと妙高に出るもんないね。だからあの広島にもたくさんありますね。それから山口もこっちになったらこの辺たくさんあります。ところがね、そういう方がね、教行信証を読まんっては誰もおらんもんや。一生が教行信証に生涯書きた
たくさんおります。ところがね、どんな教行信証を読んだ方であってもね、蓮如さんほど読んだことはありません。表紙が、ね、5回ほども擦り切れて、へつひもって見えになったぐらいで、ね、これはもう一番読んだことは蓮如さんなの、ね、一生涯に6回ほど写してます ね。わしは1回もやったことはないけど、ね、写すとね、あの毛筆やからね、あの頭に入るそうです、ね、だからこれは蓮如さんほど読んだこと。で、蓮如さんはね、それ以外もね、まあ真摯の教行はよう読んどられる、ね、それからね、一般の学問も仏教の学問もよくしとられるんですよ。一般の学問はね、だいたい修行っていうのは、蓮如さんはね、お父さんの存了って方とね、もう一つね、これは蓮如さん、ちょっとこれはおじさんなの、蓮如さんおじさんなの。おじさんがこの上洛台とか近くにありましてね、空格という方についています。それから一般の学問はね、これは奈良のね、あの興福寺寺あるね、興福寺の学問所って、これ今の大学ですね、そこにね、学頭に教格という方がおるんです。この教格という方のね、これが本願寺、母親が本願寺から来たの。この教格というのは素晴らしい学者です。で、これがね、あの興福寺は有識の学問、こういうのがやっぱり、これを蓮如さんは非常に可愛がったんです。本願寺、これは偉い秀才だからね、それで可愛がった。で、そういうところをみんな勉強に行ってます。だからまあ比叡山で勉強してませんけども、そういうのでね、まあそのまあこれほどやっぱりね、真宗の学問あるいは仏教の学問を、ね、死ぬって、そうやってね、このなんですね、御文書はその後ですからね、こう書いてます。千あるものの全部の数で千あるもの、千あるものは百に縮め、百あるものは等に縮め、等あるものはたった一つに縮めて、どんな人でも分かる言葉に、誰でも通ずる言葉に、ね、この分かるように噛み砕いたのが御文章なの。これ間違いない。ちょうど牛がの草を食べて乳になったようなね、草のままだったら食べられんだよ、やってみられんみたいな、ところが乳になったら歯がないものでさっと飲まれましょう。それが御文章なの。だから誰でも分かるように、だからその自分のね、どうですか、もうなんですね、どんな人でも、特に蓮如さんの対象はね、一番対象はこれ、よく御文書に出ますね。アマって言いましょうね。アマ。これもちょっとアマ言うとこ必要あるの。アマっていうのはね、あの女の方が頭を剃って出家するとアマさんちましょうね。そうじゃないんですよ。あの御文書に出てくる甘とは違うんです、ね、これはね、親鸞聖人のご噂にも、聖徳太子の噂にやっぱ出ますよね。母なりと書いてます。母なりと、これはどこから来てくる、インドの言葉の甘って言葉、インドの言葉にサンスクリットとパーリ語と2つございましてね、パーリ語なんです。やっぱりパーリ語とは南方仏教の言葉使っとる、あのね、南方仏教の使っとるこ これパーリ語で訳されるね。それパーリ語です。パーリ語でね、アンマーって言うんです。そのアンマーがアンマー、アンマーったらアンマーすんとは違いますね。アンマーって。アンマーっていうのはね、これがアマに、これね、これ。これは御社ですからね。そしたらこれアンマーっていうのはどういうことか言いますとね、これはこういうこと。あのね、そのパーリ語の辞書を引きますとね、こう書いてます。これ英語の辞書しかないんでね、マミと書いてます。あの、日本にあの、大抵テレビのママ言いましょうね。ママ言ったらおかずもいるんで、おやさんのことをたパパ言うよ、みんなママパパ言ったらまた、まあ、町も持ってられないで、いかれいかれ持ってたらからの、あのあれ向こうはママって言いませんからね、マミって言うんです。でマミっていうのはね、だいたい小学校6年生ぐらいの子供までがマミって言うんです。おやさんもうそのなんですね、おやさんだって言いますの、でもう小中学校ぐらいだったら言わんそうです。そうすると小学校6年生ぐらいまでの子供ですね、そうするとそのくらいの母親と何歩ぐらいかな、まあ40代だろ、年をとっても40代だろ。あとここへ見えてる方はどうかな、え、顔を見ると該当者は少ないの、え、これは森村もう卒業生ばっかりや、これは大学で名誉教授ばっかり、激務らんだっけよこれ、え、もうこれじゃダメなんで、
ほんでもダメなことまあもう前の縁でやっぱりの前来の縁だからパチンコ食いの縁だからのところがどうですかこれ子育ての最中ことなんだこれがね蓮の方の全て相手なんだゴムちゃんの対象はこれよく考えてみなれよこの通りやったら創価学会そうなったでしょこれ創価学会どうだよってもうお寺言ったらよこれだけ上手年寄りをよって拾って箸でよったいうの集めたのもう上手集めたいのもんよこれねだからそうでしょうね、まあ、ここは違いますよね、ねしたその雨に当たる人もおるかしらまあしかし大変これここから高いところを見るとの該当者はよくおらんのえもうみんな家によってもう邪魔になるよ年ばっかり男がもう定年退職で行き場がないのか仏法でも聞こうかってこれでまだ聞くのはマシよパチンコ行くのまでいいこれのだけどどうですかこれのどうかこれでもうこの世に用事がないとこにこれ蓮の人は違うんですよこれだこの生き方をね全国のお寺さんが目を覚ましてほしいもんこれねだから若妻会んちからいるんやかんだから昔の女性だからねあんまり文字もろくに知らんからねそこでこれ金を右につけてみましょう金をつけんで読める人が大丈夫でこの言葉がね大体の蓮の人の使ってる言葉はね俗語に俗語どこ行ったらこの地方のことは例えば島根県の島根県の言葉ねだから一般のね谷町には標準語使っとらんでこれね何か谷町をね今やかましてこれゴム商売対象が違うんです谷町は教養がある人教養になるとね大体ね教養のある人を対象にするとね宗教はダメなんです同じねあのこの時代にねこれは蓮の人と同じ時代に高谷信念ということを、ね、これは全く同じ時代ですこの方が20歳ほど下なんだけど、ね、初め仲良かったの、ね、ところがこの方などは、ね、やっぱり教養な人を対象にしたんです教養な人それからねあのやっぱり領主とか権力者がこれくっついたの蓮の人は絶対にそういう人ですから、ね教ね、全く文字もろくに知らんこういう対象なんそこは違う。そういうことを一般に知らんから、ゴム商ばかりで、谷商やかますと、それは知らんからです。ね。ところが、そういう方がね、一口でわかる。一口でピンとくること。なかなか難しいもんね。教養新潮があれだけ噛みこなしてね、どんな人でも一口でわかるように、こういうもんじゃということをね、これを飽きたはずだよ、ゴム商が。だから、ね、一口でわかるのは大変難しいもんですよ。それをね、一口でちゃんと吸収。それがゴムリショだからね、ゴムリショはね、文字もろくに知らん対象からね、室町の俗語多いんです、俗語が。その俗語はね、日本語の辞書がないんです。ポルトガル人の辞書があるんです。日報辞典帳があります。これが一番ゴムリショを調べる大事なんです。ね、これはポルトガルの宣教師がね、あの室町の俗語の辞書を書いたんです。日本やってきましてね。ね、それが今、岩波から出てますが、こういうのが一番ゴムリショのね、調べる大事なんです。そういうのを持って調べた人はあんまりおりませんからね。ゴム書というのは分からんこと山ほどあるね。とにかくその時分の俗語は同じ言葉を現在使っても変化がある。全然今通じません。この研究が非常に怠ったのに、ね。だからこういう研究はゴム書の研究これからね。それを力入れたらいいわけだね。なかなか本棚のそういうことを言うてもそれと力入れませんからの。金集めの力入れるとそれと使わんから分からない。やっぱりの。だからね、このゴム書というのはね、大変これよくできても分かりにくいんです。むしろ谷町の方がいいんで、これは標準語を使っとるから分かりやすいんです。ね、でこのゴム町のこの室町の俗語っていうのはあまり知らんからね。だからそれでこの自分にはピンときた。ピンときたからこれだけ目をこにくれたんだから。ね、ほらもうどんなって分かることがある。ね、とんで一口で言うように言ってたの。それがゴム町の筋なの。そのゴム町はね、一体どういうことを述べてるかというとこれもある。これはね、全部で266通ぐらいあるんですけどね、これは皆さんのうちには85台あります。それを城内中です。ね、で城内以外もね、いいのがありますが、大体城内中はご安人が中心に述べたの。それを城内中。でね、でこの中でね、一番ご文書で大事なことはね、これはね、この
信心を取るということ。これがもう一番結論です。ね、信心を取ると。浄土真宗のこの名には信心。でこれは私も秋元に生まれてます。秋元ってこれが浸透してます。これおそらくこの石州も同じと思います。ね、朝原最初の苦労したのはここで一番苦労してます。むつれ島のこれみんなそうです。信心を取るということに一番。これを明らかとは五分者しかないんです。ね、それが実はね、五分者のチャンス。だからそれを蓮語ということはね、伊藤君ね、ね、代々ね、一年期望の儀は述べてもね、年次の儀は明らかにたと書いてます。年次の儀。年次ということは真理をいただくことなの。これを、だからね、これを明らかにしたのが、これがね、蓮如さんの五分者の一番中心です。ね、ほっと、そっと、地球上の宝をね、これ全部これ集めてもらったのよりも、もっと大きな宝にあるんでしょ。それからな、ノーベル賞をね、ノーベル賞って偉いと思う人がノーベル賞をめったにもらわないからの、ノーベル賞一つなら、ノーベル賞を遠もってもっと値打ちがあるんで。わしはまあもらわないから、ひがみ根性に違うんでこれの。ね、ノーベル賞一つなら遠もらったよりも、もっと値打ちがある。これは知らんことやあかんがな。これがゴミ賞のようなんだよ。なぜか言ったらな、まず一つこれ行きましょう。ね、これね、これがわからんねんなの。まずね、この一番の、これ今日たくさんお見えな、今後からたくさんお見えになったけどこれの、ところがどうでしょう。これ、わしはこのお見えになった方で、わしは関係ないって人におらんねん。ね、みんな自分に問題持ったのこれ。それからこれまだこれだけの方やねん。今地球上にはたくさん、地球上にどれだけ人間おるか知らんけどね、この地球上でね、人間だったらね、この問題を持った人もらう。みんなこの問題を持ったのね。ね、日本人はどう思って、アメリカ人みんな持ってる。だから、僕、今日言ったら世界に共通するんです。それでこれがな、何かたらな、なんですね、この、今、現代人の生きとる過去の人間だ。これから、今から2000年前の人、お釈迦様の時代であっても、これから2000年の地だろうと、いつの時代でも共通する、人間に共通する問題を持ったの。ね、しかもこの問題はね、私一人だけの問題。隣の人に関係ないの。私一人だけの問題けど、地球みんなに共通する。それを、どういうの？五章の石大事。この言葉がわからんのみな。五章の石大事たらね、死んでからおとぎ話をもとんのみな。そんなのは仏法なんでもないの。ね、仏法なんでもないでしょ。これはね、五章の石大事、みなもっと。これ持たん人は今、今日は寝よう思っても暑いから辛抱して寝ないかんけどの、どうですかこれ、ね、今寝とる人でもこれ持っとんねこれ。ね、迷惑とるので若い方の年をでも、ね、みんな持っとんね。ね、この五章の一大事、この問題を持たん人は動物なんです。動物を持っとっても動物はこれね、問題がない。動物問題あるんだけど問題持っとんね、問題がその問いがない。ね、だから五章の一大事、これがまず、五分相の、ね、一番もう、出発点かな。五分相の出発点は五章の一大事から出発するんです。ね。その答えがね、その答えが平等合じゃないかとな。平等合じゃ。平等合じゃ、こちらは問いです。こちらは答えです。これを述べとるのが五分相の筋なんです。だから平成号上と一番最初に47歳の時に書かれた五文章が平成号上から失敗した。亡くなる時平成号上があったの。だから平成号上今ある途端からさっぱり向こうの話になってしまったの。ね、ダメなんですよ。平成号上はなぜ最初の時の最初のね、寛正2年年なの。47歳で寛正元年か寛正2年にはね、この日本のこの国でね、中世紀でこれだけの大きな出来事はないぐらいのことがあったんだ。それはね、大飢饉でありましてね、8万2000人の人が死んどるんです。8万2000人いたら、GoTo はどのくらいしかいの？ 8 万2000人おるかいの？これ、GoTo の人はおでなるかな？ね、もうね、ちょっとした町でしょうが、8万2000人いたら。それみんな全部飢え死にしたんです。餓死したんです。
京都の町の佐々木新太、その時が御文書の書き始めなんです。ところが何でか言ったら、あれは何回のもうやめちゃうか、もう5本を出します。5本、ちょっと知りきりは収まらんからな、5本なのね。これな、あのもうとにかくこの若い者の年寄りもないけど、年寄りは一度もう上人と早死ぬわの、若い者には死ぬんだから。そうすると明日の命が保障されてるんで、明日の隣に3人いたらこっちまた2人死んだちゅうの、ほとぶつおながのの明日の命も保障されてるんで、ほっと今ここで倒れても安心して死んでいける道が開かれたね。今ここでどうなってもね、今ここで倒れてもどこで倒れても安心して死んでいけるちゃんと開かれた、その答えこれね。それを分からようになったのだけないくちゃの、ね、何かたらね、この五章の一代たらね、死んでから先でないんです。死んでから先を思うから今で関係ないもん、そういうのがお寺さんのそういう解釈ばっかりおるんですよ、ね、それは間違いない。仏法にはね、明日の話は一つもない。で、朝の朝からずいぶん苦労してるのも明日の話しないから、ほんで明日はご信じていただけ、それで苦労するんですよ。の、あのね、最一でもこの、まあ、島根県妙高人が善太郎でもとにかくね、妙高人がどこの日本中妙高人がね、単純な聞きをしてません。ね、単純な聞きを一人もする人おらんもん。大変苦労します。捨て鉢になるのプロン、最ってもっと途中で立ち投げたいことを聞いてますね。これは非常に苦労するね。ね、もう島に死んでも死にきるのが苦労するんです。どこで苦労したかいうこと。そこを聞くのが一番大事なんだよ。それを話してくれるとめったにないだろう、これ。ね、それが一番妙高人の一番大事、ここなんだ。妙高人のありがたいとこどうでもいいんだよ。ありがたいとこを聞くときは寝ときゃいいんですよ。だから寝るのも要領よいんですよ、これから。のありがたい時には目をつぶってみる。どこで何で苦労したかって、これはやっぱりそこら問題やん。これはね、老化これ平成五条ならんからこれな。それでね、約五章の一代って言ったら、いつの今この話なんだ。今ここしかないの。仏法は今、例の様に仏法には明日はあるまいこと、明日はないんだよ。明日はないって今この話。これは若い方を思いなと若い人も同じこと。若い人がいるのに今ね、一番安全なの中部で寝とる人が一番安全なの。交通事故の心配ない。一番ね、中部は寝とるんやから。若いやつは危ないんだ。ピンピン外に出てる。いつどこに事故ないわからんよ。だからいつでもどんな若くても年寄りも明日はない。今この話な。ご承認してそう。今ここに火がついたもんだよと。火がついた。もうあとへ譲られん問題、あと伸ばされん問題、正面で見流しまった。この問題の解決の答えが平成五条。答えも今ちゃんと届いてる。答えも今着こっちが手を出す先届く。そのこの意味がお姿の浄土真宗の仏壇なんだよ。だから今ここでおしまいでもの間に合いする間に合うとって証拠が仏壇の意味なんだ。それをテレビのバカ者がの死んだ時で仏壇出すんでしょ。蹴飛ばしてるこのテレビに。関係ないですよ。死んだ人は見るも関係ないの、爪の関係ないの、またしか関係ない。お前の確かる答えはこっちが手を出しちゃんと届いてる。だから本願成就で表してるの、これお姿で。本願とは私しか関係ない。小二中のご関係の、いや小皆の小二お常のおせ皆のご孔子の願をよくよく一人に死んだ一人より死んだ一人わしやからの、わし一人とったらご本願になったとに、そしたらわし取ってるか意味ないよね。その心持ちをずっと砕いてんのもちゃんご無事の水なん、ね、いやこれはまたこの次にところ申します。上人一流のご関係の趣は新人のもって本当せられそうの、そのゆえはもろもろの情状を投げ捨てて一心に皆に奇妙すれば不可思議の眼力として仏の方より往生は事情せしめたも
そのくらいを一年ぽっき入症状始終とも釈し、その上の称名念仏た、如来我が往生を定めたまいし、御恩法人の念仏と心べきなり、あなかしこう、あなかしこう。